どうも、ヘルザレットです。それでは、デスストランディングやっていきましょう。今回依頼が来てたので、そちらの方を進めていきたいと思います。まあ、といっても、ほとんど戻るだけなんですが。おーい。まあ、戻るだけなんだけど、まあ、ミュールのところを通って帰るのは相変わらずめんどくさいんでね、慎重にやっていこうかなと。いや、これだとちょっと多分電池が持たないね。建設をちょっと一つ作ろうじゃないと、あまりにも。これで OK。 ここを抜けて、そうそう、これこれ。で、オッケーかな。あ、カイラル結晶やっぱ消費してるね。行こうか。まあ全然バイクで行ってもいいんだけどね。なんせ荷物の量がっていう問題もあるからね。車が手に入ればまだ全然いいんだけど、あ、フローターもやっぱあれか、ぶつかったりするね。まあ一応情報によると豪雨が降ってるみたいなことを言ってたんだよね。まあ、特に何も起きなければいいが。どうだ、サム。あ、誰も聞いてない。その岩は何でもないか。まあちょっとカイラル結晶は使うけど、やっぱ便利だね。だいぶガンガンぶつけてるけどね。だってこれでも
回収しながら行けばむしろプラスだしね。さあ問題はなしと、そこを曲がっていけば OK だね。ガツンガツンって、多少浮いてるとはいえっていう感じか。こっちだな。で、ここを横に行く感じか。OKOK。なんか誰もいないような感じはするが、まあ安全なのに越したことはないからね。まさかの戦闘を、一旦このまま行こう。あ、そっか、高さを意識するっていうことで言えば、かなりこの積み荷っていうか後ろのは便利だね。お、来るね来るね。諦めたね。お、よし。なんだ、なんかダメージ受けたような感じがあったけど、まあいいか、特に気にせずだね。このまままっすぐだね。帽子。帽子。そもそも帽子なんてかぶってたか。いや、取られてないね。違う人の話かな。ちょい、意外と早く着いたね、思ったよりもね。
いやーでも久しぶりにこれは休憩ができるんじゃないか。あ、フローターの中身を見てしまうか。ご苦労様。さて、荷物はどうなってる？まあ完璧だろうね。プラス180。うん。バックパックのカスタマイズは、へー、年代物のテープかな。さあ、カイラル通信が上がった。車両カラーか。お、めっちゃ上がったね。と言われても車両はバイクしか今んとこないからね。届けて。モーター、はい。どちらもこちらのラインナップにはない。これは新しいタイプのものだ。これをあのジャンク屋が作ったのか。修理専門だと自分で言っていながらこんなものも作れるんだな。ひとまず本部にも連絡して使えるかどうか検査をするよ。おー、もしかしてそれで変わるかな。サム、その配送センターから納品された試作品の検査結果が出てきたわ。どちらも興味深いわね。まずは車両用のモーターの方だけど、とてもガラクタから作ったとは思えない。改良中のトラックに組み込めばすぐに使えそう。へえ。ジャンク屋と契約して武器装備作成のリストにトラックを追加しておくわ。もう一つのバックパックポーチもいいわね。こちらも契約してプライベートルームで使えるように手配するわ。バックパックをカスタマイズしたいときはプライベートルームに来てね。へえ、そんなこともできるんだ。感謝の気持ちなのよ。だから試してみてね。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する。リサイクルはできるものは特になし。依頼は二人は違う感じか。メインミッションは一番上からって感じがするね。お、トラックいいね。まあ一回プライベートルームで休んでそのまま、あ、そっか、荷物は置いていかないといけないのか。飛んでいこうと思ったけど。さあ、サム、プライベートルームでバックパックカスタマイズができるようになったの。試してみてね。ほう、あ、これを変えれるってこと？グレネードポーチ、拡張バッテリー、へえ。
なるほど。ただ、これで。まあ、こんなもんでいいか。うん、これでいいかな。基本オレンジだから。こんなもんでいいっしょ。さ、あ、間違えた。このシャワーは2階は浴びんわな。さあ、どっちみち荷物がなくなるんだよね。飛んでいくとね、フラジャイルジャンプは。これはムービーがなんかあるかな。急に雨が降ってきたんだ。濡れてしまったな。雨宿りしていたら約束の時間に。ごめん、遅れてしまったな。泣いてはいないよ。BB のお父さんね。まあ本当にお父さんか分かんないけどね。道路は繋がってないもんね、まだね。ここまでなんだよね。いらないものを。入れてしまって。で、スーツハンガーを背負って。でもね、多分グレネードがだよね、ここのポーチに入るからだいぶよくはなってるよね。で、受注メインはそうだね、特に。あ、でも戻るからついでに受けてた方がマシか。いや、ちょっと戻りながら。
ティキーガン。スティキーガンは粘着性の弾を射出するランチャーよ。弾と本体はワイヤーでつながっていて、撃った弾を引き寄せることができる。ほう。弾の粘着力は数十キロの重さも持ちこたえてくれるわ。つまりこれで目標物を撃つと、目標物を手元に引き寄せられるの。便利。遠くの荷物を取りたいときや、遠くの相手から荷物を奪い返したいとき。なるほどね。それが役に立ってくれるはずよ。さあ、一応この状態で進んでいきますか。まあ、ただ戻る感じになるんでね。スティッキーガンを、そういうことか。さあ行くぞ。まずは完全にこっちか。もうもうちょいだね。キーガンの回収か。さあ覗いてみようかね。はしごはない。試作品があるんだ。それを奪い返してって感じか。であれば。結構遠くから行けるね。あとは反対側か。お前もそれに当たっちまえ。よし。あ、いや、まだ必要か。いいね。
痛いなー。ういじゃあ、もう一発。おお、マジか。そういうことね。痛いな、痛いな。さあ。いやーマジか。さあこれでおねんねしなさい。あれ、これは応一できないんだ。この差は何なんだろうね。蹴ることができるやつとそうじゃないのがいると。まあこれで OK かな。そうそう、バイクで逃げるぞ。さあこれで OK。 OK かな。いやー地味に大変だった。まあ、スティッキーガンは結局使わずだったね。でも敵が使った吸着みたいな感じなんだろうね。ほんじゃ次の目的地へ。行きますか。
マジ反対側じゃん。マジでしくったよし、もう仕方ない。シャッと届く。もう届けよう。出て左。金属が200ずつぐらいか。作ってしまおう。スーツに付着したカイラル物質を洗浄。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。まあものすごい半端なところだけど道作ってしまって、ちょっとバイクでの移動を楽にしようじゃないと。どこまで繋がるかちょっと分かんないけどね。確かな。もうオーバー分は仕方ない。さあこれで、タンタタタタタタタン。
あれ道できないの。あと20足りねえ。さあこれで道路ができるはず。行ってらっしゃい。やっぱパワースケルトンいいね。こっちに出して、ここはねちょっと道が厳しいからね。さあこれでちょっとだけでも道作って早めに届けるようにしよう。あ、結構微妙微妙なところになったな。それなりに道にはなったが、あ、よかったよかったよかった、下まであった下までなかったらどうしようかと思った。こっからだね。2080の3000。いい、このままちょっと下を通っていって。ああ、この辺りも簡単に配送できると思うと。さあ残りのカエラルを全部入れてあげよう。これで僕の貢献度は高いと。そうだ、これを
素材はダメか。バイクで行けるところまで行くよ。あれではないんだね。ん？どこに行ってんだろう。マジ？この下ってこと？さて、え？やっぱこの下か。そしたら、そうか、まさかの下だったか。一瞬青くなるんだよね。さあ、あとはこれをスーッと。この下ってこと？マジか、すげえ。それ以上は無理。いや、上に上がってくれ。
くそーん。そこでミスるか。いやー、まさか落ちると思わなかった。結局様子を見る感じだね。さあコスプレイヤーとか契約結んで。誰だ？ほぼ滝はすぐそば、サバンホームへようこそ。ああボス、遅かったじゃないか。君に会いたかった。おお、まさかの。それともあえて浮かれてるのか？両方だよ。実はな、ラッコはイタチ科だ。うちのあれだ、オタコンやん。過ぎたことがいい。そうだ、水だ。食事、睡眠、出産、子育て、全部水の中だ。水中でできないのは溺れることだけ。だって泳ぐのがうまいからね。いいね。はあ、いいだろう。わあ、こいつと同じくらい笑うんだね。無表情だね。このラッコフードをあげるよ。きっと役に立つ。いやー、気にしないで。どう？まあ飛ばす。本当にラッコフード来たね。まあ落ちた甲斐はあると。ラッコフードはコスプレイヤーの私のパートナーが特別に作ったんだ。彼女は天才だ。これをかぶ。おや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 。お疲れ様でした。新しい。え、本当に水面での泳ぐ能力上がるんだ。すごい。よし。
さあ戻ってきたね、ここまでね。あとは道路に従って進むだけなんだけど、まっすぐだね。真ん中を通れば消費はないんでね。ブースト使って行く感じかな。この辺りでも全然問題なしと。いやー、眺め最高やね。やっぱ資材を提供していただけあるね。ダントツで速くなるもんね、やっぱしね。さあ、もう着くね。これが下道だと考えるとゾッとするけど、おお、やっぱバイク速いんだな。ミュールの車がまだあるね。さあ納品しましょうか。そのエリアの南端にあるサウスノットシティは度重なるテロで疲弊している。物流が滞って物資が不足し始めている。今すぐ飢え死にという事態ではないが、テロのせいで人々が不安になり始めている。食料品やオキシトシン、生活のための物資をできる限り届けてほしい。植物の種子、君の血液を使った対 BT 兵器、化学燃料、昆虫やミミズをペースト状にしたタンパク質源、どれもカイラルプリンターでは送れないものだ。まあ、こうなってくると食べ物もっていうことなんだろうね。証拠だからな。市民は安心できる。その上でカイラル通信がつながってくれれば全てうまくいく。しかし気になることが一つある。フラジャイルから連絡があったんだ。今のところビーチの状態が安定しないためジャンプが難しくなっているようだ。へえ。実はまでジャンプしてもらうことはできないぞ。フラジャイルは東部のレイクノット南の配送センターで待機するそうだ。フラジャイルの場所は地図にもマークしておいた。ところでエリア一帯のカイラルモードが上昇している。キューピッド接続の影響があるのかこちらでも調べてもらっている。だが君は今まで通りで構わない。引き続きカイラル通信をつなげてくれ。まあこっちはこっちでやることは一緒ということか。通称スティッキーガンは非殺傷系の武器だが、荷物を狙うミュールには願ってもないものだ。荷物を確認しよう。まあ問題ないでしょ。こんなに回収したのか。被害は最小限度に抑えられそうだ。まあ結構うろちょろしてしまったからね。サービス数量ぐらいか。お疲れ様でした。新しい。
にリサイクルするものもないなと。そんな、あ、これがもう切れかけか。ここら辺物資はたくさんあるんだよね。車両もどっちも作れる感じにはなってるけどね。さあ国道を通った人が結構多くなってきたね。もう1800か。8万いったね。まあ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 、結構ね今回配送めちゃくちゃやってたんで、今回ここまでにしましょうかね。ちょっと内容は特にっていう感じなんですが、まあ次回はその分なんかイベントがありそうな気がするんで、そこしっかりやっていきましょうかね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回放送しますのでぜひ遊びに来てください。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。